ソフィア、ソフィア。ソフィア。She's the justice. Mama will carry. Papa, okay, okay, I will carry.Nearby here, $500,000, 120 square meter price. Yeah, not cheap. Cannot be cheap here. Yeah. Yeah. Broken. Oh, item. Yeah, it's broken. One more, yeah, Kane. One more. Neko-chan, Neko-chan. Neko-chan, come on. Yep, you come on, come on today. I'll try to get it. この感じからしてヨーロッパにいるような雰囲気になりますね。$15, right? We got $15. ザクロの絞りたてのジュースなんですけど、僕ら昨日ローカルの市場で250だと、多分5リラですねだったんですけど、ここだと15リラ、3倍ですね。まあ、観光エリアだからしょうがないっちゃしょうがないですけど、まあ、品質は多分同じでしょうね。それが Bu mekanı yapıyorum. Bu arada.
Okay, yeah. But maybe all of them are good. Wow. Let's try this down, yeah? Oh. Not sweet. Let's try, попробуй. It's not sweet then. Sure. Yeah. Is this sweet? Sweet? No, same. Salt. Ah, same salt. A little different, huh? this chocolate name. Look. I will try everything, but...
milk here. Mm-hmm. Try? Yeah. Okay,今宿の近くにいるんですけど、今日もね、昨日の行ったローカルなエリアに行くことにしました。いや、このエリアめっちゃおしゃれなんですけどね。近い。そこら中からね、ケバブ焼いてるお肉のいい匂いしてますね。あのトウモロコシとか栗のね、焼き栗とか、あんまりお腹減ってないなと思ってたんですけど、うん、いや、食べれそうですね、これちょっとお腹減って。ハロー、シェリア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 、I love you、 グッドバイ、バイバイ。シリア人、あ、まあ、今ね、左手に一眼レフカメラを持って撮影してるんですけど、この国はね、そう、なんか撮ってほしい人が多いらしいんですよね。まあ、トルコ人だけじゃなくて、さっきの人もシリア人でしたけど、だからね、撮影がめっちゃ楽ですね。ロシアはちょっと撮りづらいなって思う時が多いんで、うん、トルコはすごい楽です。乗ったのはメトロなんですけどね、まあ、地下鉄なんですけど、イスタンブールは坂が多いんでね、なんか地上に出たり、ね、地下に入ったりしてますね。バトマダーズだね。あ、オッケー。ソフィアキャンスティーアダナキバップスパイシーペッパースパイシーノ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 スパイシなぜじゃな。
ですね、うん、まあ、ちょっとね、そう辛かってね、ソフィア食べれなかったんですけどね、これがね、ちょっとローカルなエリアの難点ですかね。観光客目線じゃないんでね、もう現地の人目線なんで、うん、その人にとっては多分辛くないんですよね。あの人たちにとっては辛くないんですよだからあんま辛くないよって言ってたんですけど、結構僕らにしてみたら辛かったですねついこの前までいたブルサっていう街もそうでしたね。観光客の人が多いところはなんかもうあんま辛くないんですけど、地元の人はよく行くようなね、ちょっと店は、うん、ケバブ辛かったですね。You want this, Inge? 20 dollars for you. Kilogram 20 dollars. No?Very relaxing, right? Yeah, I'm going to go.
Thank you. Really? What? Sofia, you what, baby? Really? Let's try it first. One? You want some drink? This one is different, huh? Maybe? Let's meet. Yeah, let's meet. That shock was. お肉の量が全然違いますね。こっちは3分の2ポテトですね。さっきのとこ3分の2お肉だったんですけど。本当ね、大満足の夜食タイムでしたね、はい、これから地下鉄乗って、はい、宿まで帰ります。美味しかったはい、ということでこの動画は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら分かってんだよな、分かってんだけど